こんばんは、八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は友人を招いてハロウィンパーティー、コース仕立てで料理を作りました。よろしければパーティー料理の参考にしてください。このリースはダイソーのリースに庭の綺麗な実をつけて手作りをしました。部屋も飾り付けてジャックオーランタンも作りました。近所の道の駅で小ぶりのかぼちゃを買ってきました。では猫の顔のジャックオーランタン作りから始めましょう。パーティーの4日前から始めました。道具はこんな感じです。かぼちゃに下書きをします。最初に花の位置に白いビニールテープを貼って顔の全体像を決めます。花の大きさや位置を貼り直しながら全体をイメージして場所を決めます。下書きは後で消える水性のペンが良いと思います。ろうそくの明かりがよく見えるように、口や目は大きめに作った方がいいようです。かぼちゃのカッターは小手刃と細かいところはカッティングナイフを使いました。目の中の瞳や牙などは切り落とさないように注意してください。裏側は少し大きめに切り抜きます。ここから中の種などを出します。完成した時にろうそくを出し入れする場所になります。取り出すとこんな感じです。カットした皮の部分は猫の耳を作ります。爪楊枝で本体に固定します。完成です。明かりを入れるとこんな感じになります。玄関先でこんな感じでお客様をお出迎えしました。今回お出ししたメニューです。それでは料理を始めます。まずはソフリットを作ります。これは玉ねぎ、セロリ、人参をみじん切りにしてオリーブオイルで炒めた旨味の素です。イタリア料理で煮込み料理の時に使います。分量は玉ねぎ2対人参セロリ1くらいの分量です。カレーやシチュー、パスタソースでもちょっと入れると味に深みが出ます。ニンニクは潰して皮を剥いてみじん切りにします。それ以外のものは大きめにカットしておきます。プロの料理人はもっとちゃんと作りますが、今回は簡単な作り方です。フードプロセッサーを使います。硬い人参から入れます。かけすぎると水分が出てしまうので、硬い人参セロリは6分目か7分目ぐらいです。最後の玉ねぎを入れたらちょうど良い大きさにします。玉ねぎを入れてかけすぎると水分が出てしまうので小刻みに回します。これぐらいで良いでしょう。フライパンにオリーブオイルを入れます。ニンニクのみじん切りを入れたら火を入れます。ニンニクを焦がさないように香りを出します。先ほどのみじん切りを入れます。中火ぐらいで混ぜながら水分を飛ばしていきます。
甘みが出て色がついてきたら完成です。完成したらラップで小分けをして冷凍して保存しておきます。次はパンプキンサラダを作ります。材料はこんな感じです。かぼちゃは皮を取り除き、レンジで5分ぐらい柔らかくして潰します。水分が多いので乾燥のマッシュポテトを入れて混ぜます。後でかぼちゃの形に丸めるので少し固めに水分を調整します。味付けはマヨネーズとハーブソルト。ハニーローストピーナッツはシナモンをまぶして包丁で潰して入れます。レーズンは少々のラム酒をまぶしてから混ぜます。ラップで丸めて冷蔵庫に入れて保存しておきます。盛り付けです。市販のトマトソースをお皿に引きます。トマトソースの上にかぼちゃの丸めたサラダを置いてベビーリーフを飾ります。茹でたかぼちゃの皮でヘタと芽、花をつけます。完成です。次は豚の角煮です。パーティー2日前の下ごしらえです。豚バラ肉をフォークでまんべんなく刺します。塩麹大さじ3を豚バラ肉にまんべんなく塗り込みます。ラップの上で作業をしてそのまま包み込んで保存します。冷蔵庫で一晩寝かせます。パーティー前日に煮込んでいきます。まずは鍋に入るぐらいの大きさに豚肉をカットします。圧力鍋に入れてかぶるぐらいの水、お酒1分の1カップを入れます。生姜のスライスとネギの青いところを入れます。圧力鍋で圧力がかかって20分、火を止めて10分です。茹で汁は 500cc ほど取っておきます。お肉は軽く水洗いをして人数分にカットします。圧力鍋に入れて大根、ネギも入れます。市販の角煮のタレを茹で汁で伸ばしてこしながら入れます。八角も1つ入れておきます。蓋をして圧力がかかって10分、火を止めて10分です。出来上がったら蓋を開けて少し煮詰めてタッパーに移します。一晩冷蔵庫で保存します。翌日上に溜まった油を取り除きます。煮卵は角煮の煮汁に一晩漬けました。煮卵は細い糸で切ります。包丁で切るよりきれいに切れます。それでは盛り付けです。角煮はお料理を出すタイミングに合わせて煮込んでおきます。大根、ネギ、からしをのせます。圧力鍋と市販のタレを使って簡単に完成です。次は若鶏のかぼちゃクリーム煮です。材料はこんな感じです。
鶏もも肉は前日に塩麹を揉み込んで一晩置いてあります。スパイスソルトを振って薄力粉をまぶします。オリーブオイルで玉ねぎ人参を軽く炒めます。鍋に入れてそのフライパンで皮を下にして鶏肉を焼きます。焼き色がついたら鍋に入れます。ソフリット、水、しめじを入れて蓋をして火にかけます。鶏を煮込んでる間にかぼちゃを電子レンジで5分加熱して柔らかくしておきます。圧力がかかって10分、火を止めて5分。牛乳に茹でたかぼちゃを入れてブレンダーでよく混ぜておきます。先ほど煮込んだ鶏肉の鍋にかぼちゃ牛乳を入れます。味付けは簡単に市販のシチューミックスです。4皿分のミックスを入れます。下茹でしたかぼちゃを入れて煮込みます。次はターメリックライスです。お米2合を洗って普通の水加減を入れます。ターメリック、角切りかぼちゃ、ソフリットを入れます。軽く混ぜて炊飯します。炊き上がりです。軽く混ぜて型に入れます。おにぎりのようにして盛り付けて、かぼちゃの皮でヘタ、芽、花をつけます。鶏肉、かぼちゃ、人参を盛り付けます。ソースをかけてクレソンを飾ったら完成です。次はバターナッツかぼちゃのプリンです。材料はこんな感じ。前日に仕込みます。かぼちゃの皮を剥きます。種を取り除きます。レンジで5分ほど加熱して柔らかくしておきます。その間にプリンのカラメルソースを作ります。材料はこんな感じ。焦げつかないようにヘラで混ぜながら火にかけます。少しずつ色づいてきました。このぐらいの色で火を止めてお湯を入れます。すぐに混ぜて固まらないうちに型に入れます。茹でたかぼちゃに牛乳と砂糖を入れて混ぜます。ブレンダーに変えてよく混ぜます。ボウルに卵2個と卵黄1つを入れて混ぜます。生クリームを入れていきます。よく混ざったら、先ほどのかぼちゃと牛乳を少しずつ混ぜていきます。お好みでシナモンを少々。
混ぜ合わせたら型に入れていきます。カラメルを引いた型に少しずつ入れていきます。ペーパーナプキンを引いたバットにお湯を入れます。160度に温めておいたオーブンで50分湯煎焼きにします。一度取り出して竹串をついて確認です。何もつかなければ完成。まだ少し早かったです。あと10分。今回は良さそうです。焼き上がりです。粗熱を取ってから冷蔵庫で一晩置きます。当日型から外します。バットにお湯を張ります。お湯に少しつけておきます。パレットナイフで周りを切って型から外します。切り分けてフルーツ、ホイップ、洋梨のコンポートを飾って完成です。友人たちはお料理もパーティーも楽しんで帰ってくれました。次回はクリスマス。また頑張ります。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならばチャンネル登録をよろしくお願いいたします。